妙高ワネウマ、ラインは、新潟県妙高市の妙高高原駅と、同県上越市の直越駅を結ぶ、越後ときめき鉄道の鉄道路線である。元は、東日本旅客鉄道新越本線の一部で、2015年3月14日の北陸新幹線、長野駅金沢駅間延伸開業の際、並行在来線として、経営分離された区間のうち、新潟県内の区間にあたる。 路線名は、遺憾前に、公募の上、株主アンケートの結果を踏まえ、検討委員会から、取締役会に提案されたもので、春に、沿線の妙高山の中原に現れる、雪形、跳ね場から、馬が前足を高く跳ね上げた躍動的なイメージを表現したものである。また、日本貨物鉄道は、経営遺憾後も引き続き前線にわたって、第二種鉄道事業者となっている。 近年は、移管前から定期貨物列車の運行はないが、非常時における貨物輸送の迂回経路として維持されており、エチゴトキメキ鉄道は、国から貨物経路確保措置に関する補助金を受給している。なお、船内ではスイカなどの交通系、IC カードの利用はできない。エチゴトキメキ鉄道では、道路線と日本海水ラインの二路線を運営しているが、両路線とも、 拠点駅の直江津駅を中心にダイヤを編成しており、明光姉馬、ラインでは、上越妙高駅で、北陸新幹線との接続を考慮したダイヤとなっている。1時間に1から2本程度の運行であるが、朝と夕方の通勤・通学時間帯は、新井駅、直江津駅間で、運行本数が多くなる。三尾高高原駅、直江津駅間の全線を運行する普通列車を、 メインに、荒井駅、直越駅間の区間列車を設定している。自社の ET127 系、電車2両編成によるワンマン運転を基本としているが、通勤通学時間帯には増結し、最大6両編成での運行も実施される。このほか各線との直通列車の間合い運用で、JR 東日本の115系電車や、 自社の ET122 系機動車を使用する列車も存在する。区間内の無人駅は、北新井駅と南高田駅の二駅で、ワンマン列車における両駅発着時には、終日に渡り車内生産が実施される。また、早朝、深夜の一部のワンマン列車では、妙高高原駅と直越駅の二駅以外の各駅で、車内生産が実施されることがある。妙高高原駅は、 品野鉄道北品野線との境界駅となっているが、ワンマン運転の運用方法や、運用車両の相違などから、相互直通運転は実施されていない。妙高ワネウマ、ラインと北品野線の相互間は、定期列車においてはすべて妙高高原駅で乗り換える、必要があるが、一部の時間帯を除き同一ホームで10分以内に、乗り換えが可能なダイヤが編成されている。 2018年3月17日ダイヤ改正より、日中に、泊まり初荒井駅で、片道1本のみ運転。車両は、日本海ヒ水ライン向けの自社車両 ET122、軽機動車を用いる。新越本線方面からの直通列車として、荒駅、上越明光駅新潟駅間の特急列車、白雪号付、荒駅新潟駅間の快速列車上り1本が、 設定されている。また、柏崎、柿崎始発明高高原行きの朝の上り2本の普通列車は、越後とめ木鉄道の車両を使用して運行している。なお、荒井駅新潟駅間の快速列車については、当初3往復設定されていたが、2018年3月17日ダイヤ改正における輸送体系目直しにより、夜間の上り1本を除き、直越駅で、 系統分断された。北越急行所属の HK100 系電車を用いた北北線からの直通列車が1日1往復運行されている。上下列車とも良行はね馬、ま、ライン内は普通列車として運行されるが、荒駅の一本は越後湯沢駅、直越駅間を超快速列車、スノーラビットとして運行している。2014年春から高田駅発着で運行を開始した。 週末の臨時快速列車、星野の宿らは、発着駅を上越明高駅に延長して運行が継続されている。また、2016年4月23日からは、自社の専用車両 ET122 系1000番台による観光列車、越後時めき、リゾート行き月下が運行されている。詳細は、各列車の項目を参照。 越後ときめき鉄道は前述した通り、JR 東日本と JR 西日本の2社から路線を引き継いだため、原則者は日本海筆水,水ラインにこの2社のものが入線するが、明光ワネウマラインでは、JR 東日本 E491 系電車が経営間管前に引き続き単独で担当している。越後ときめき鉄道明光ワネウマラインの近年の輸送実績を、 下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。館内鉄機動事業者輸送実績より、抜粋定期運行中の車両を記述する。船内10駅のうち、無人駅は、 北新井駅と南高田駅である。日本木駅、北新井駅、南高田駅以外はすべて直営駅であり、窓口にて乗車券を買うことができる。直越駅、春日山駅、高田駅、新井駅、妙高高原駅の5駅には、マルスタンマが設置されているほか、JR 東日本との共同使用駅である、直越駅には、緑の窓口が設置されている。なお、 関山駅については、遺憾時に、マルスタンマツの運用が終了したほか、上越妙高駅は、JR 側に、緑の窓口が存在するため、開業時より、越後時めき側に、マルスタンマツ等は設置されていない。越後時めき、鉄道と新潟県、沿線3市では、両路線の駅間が長い市街地区間について、新駅設置の検討を進めており、妙高はね馬、ラインでは、 日本木駅、荒井駅間、荒井駅北荒井駅間、高田駅春日山駅間、春日山駅、直江津駅間の計4カ所の候補地について整備方法などを検討している。ありがとうございます。